今季初先発の中日、根尾昂3回8安打6失点 KO を自らのバットで1点を返すも、立浪監督もベンチで険しい顔。プロ初勝利はお付けにとは一体どのようなことなのだろうか。今季初先発となった中日、根尾昂投手が3回を投げ8安打1四球6失点で KO された。4球団競合してでも指名しに行ってどうにか獲得したはずの根尾昂が、教育方針が全く固まらない首脳陣にいじり倒された結果、何が取り柄なのか理解に苦しむ選手になり下がってしまった。根尾が投手挑戦したのがプロに入ってからだから長い目で見ろと言われても、時間はどの選手にも平等に流れるし、投手としての経験型の選手より浅いだけで年齢が若返るわけでもない。肩肘もその期間に当然摩耗していくので、これ以上の上積みがどこまであるのか、肩肘の故障で上積みどころではなくなる可能性もある。当たり前だが、今更野手に戻したとこで中途半端な選手がさらに中途半端になるだけ。プロ野球の歴史の中で根尾昂ほど入る球団を間違えたの言葉が合致する選手もいないだろう。根尾は今季2軍で先発ローテーションに入り、11試合に登板し4勝2敗、防御率 2.59 の成績をマーク。プロ初勝利を目指して1軍の先発マウンドに上がったが、初回先頭の秋山にはストライクが入らず、ストレートの四球、続くの間は追い込みながらも左前打を許して傷口を広げた。3番中村隆に投手強襲の敵地内野安打を許すと、自らの二塁悪送球も重なって無失地、三塁とピンチは続いた。ストライクを取るのが精一杯の状態で、小園、坂倉に連続敵地打を浴びて計4連打で一死も奪えないまま3点を失った。6番林を打ち取り、ようやく1アウトを取ったが、続く矢野に左中間突破の2点敵地二塁打を浴びて大量5点を失った。根尾は2回、今季初安打となる敵地二塁打を放ち、自らのバットで1点を返したが、その裏、先頭の秋山に高めの速球を右越えソロを浴びた。序盤での大量失点に、ベンチの立浪監督も険しい表情で根尾を見つめていた。3回もマウンドに上がると、この日初めて無失点で切り抜けた。その裏、チャンスで代打が送られ、プロ初勝利は大付けとなった。まだ1軍レベルではないのは2軍の試合を見ていればわかることなので、 KO されたことも驚きはないけど、同時にこの2年の根尾の投球を追っていると、少しずつ投手としてのレベルは上がってきていることもよくわかる。例えば昨年の今の時期の松木平はまだ全く1軍レベルではなかったけど、徐々にステップアップして今年1軍に到達した根尾は現在24歳で、年齢的には少し上になるが、経験的にはむしろ少なく、去年からの伸びを来年も継続できれば十分にローテで投げられるレベルに到達できると見ているので、これからどこまで伸びを継続できるかを楽しみに追っていきたい。根尾、石川、甲斐、この人たちが最初の期待通り活躍してたら、中日は今の成績になってなかったかもしれないのに、正直期待していたくらいの活躍はしてないよね。ドラフト上位よりも育成から這い上がってきた人たちや、他球団でも戦力外みたいな扱いをされてた人たちの方が活躍してるしね。本当にドラフトでいい選手を取ったからって言ってみんながみんな活躍できるわけじゃないよね。もしかしたらこの3人も他球団に行ったら少しは活躍するのかな。投手になってから2年が経ちました。正直上積みはありませんね。ドラ1と思うから大きな期待をしてしまうのですが、内外野に投手もできるユーティリティプレイヤーと思えば、ベンチに置いておけば頼もしい存在になります。出場機会は少ないでしょうけど、中田と大島を代打として序盤から使えば、どこでも守れる根尾の価値は貴重な存在となるでしょう。まあファンは怒るでしょうけど、それくらいしか思いつかないよ。全部が中途半端、プロ向きの性格ではなかったのかもしれないが、首脳陣に体よく扱われすぎたのもある。オフにトレードか現役ドラフトしてもらいたい。ただこのままだと監督はじめ情が変わる可能性も高いから難しいところ。どんどん悪くなってるね。根尾選手が中学の時より遅いストレート投げてて愕然としました。中継ぎで野手投げと揶揄されながらも、荒れ玉で150キロオーバー連発で岡本選手から三振取ってた頃の方が、まだ松山みたいで勢いやってよかったね。投手練習やってやっとプロの体になってきたから、来年の新監督さんは、野手に戻すのかな。もう根尾をプロとして再生できる自信のある指導者に譲ってあげてください。残念やけど多分もうドラでは無理です。もう一度本人がどこをやりたいのか聞いてみて、育成からやらしてみてほしい。まだ大卒ドラフトでも順位は上の方のはず。立浪に振り回された昨今のことは忘れて、本人の希望を最優先でやらせてほしい。結局どのポジションでも二流だったってことかな。移籍して開花する例も最近見られるから、一度中日から出してあげた方がいいんじゃない。もしかしたら
移籍先で活躍できるかも。もうこの責任は立浪さんにあるよね。何のためにネオを与田さんの豪腕で引き当てたのか、どういう方針の元獲得したのか。ただ地元のスターだから他に取られたくないから獲得しただけみたいな感じになってる。でもまた野手に再転向させたらまた中途半端になるし、本当にネオがかわいそう。俺私はずっと野手が良いと思ってたんだ。やっぱり投手向いてないこの類のコメントが多すぎる。ネオくんだって必死に練習してきたわけだし、1試合の炎上で全てが間違いだったみたいなことを言うのはやめた方が良い。野手転向させたとしてどこ守らせるんですか。コーチとかの判断でショートは守らせれないってなってるし、外野争いに今から入れる可能性は低いのでは。どういう使い方しても投手では無理な気がする。投手専念させないで野手一本で行っていたら今頃ショートで定着していたかもしれないな。ドラゴンズのショート問題は解決していたものと思われる。歴代の監督我慢し続けて使っていたらなと思うな。ネオの代打リュウソラが一死満塁からタイムリーを打って1点返してなお満塁だったのだが、1番村松がショート併殺だ。 YouTuber 里崎が言っていたが、無視または一死満塁で三振はありだが手に入っての閉殺打は最悪だと。それぐらい思い切って打った方が良いと村松参考にした方が良いのでは。立浪が全て悪い。ネオがかわいそう。ただピッチャーで本人やりたいって言ったからにはもう少し結果が欲しかったな。でももう一回チャンスを与えてほしい。ここでそれがないのなら立浪は今シーズンでやめてほしい。選手を何だと思っている。5年前のドラフトで石川を取った時、自分が見ていた2024年はネオ石川の三遊間、3番、4番で恐竜打線が復活している世界だった。本当に残念だ。2軍でも初回に四球四球で失点の悪癖は治ってないのになぜ1軍で先発させた。来季への見極め、それにしても今じゃないよ。こんな大事な時期にネオ先発とかギャンブルすぎ。親会社の意向とか大人の事情があるんかもしれんけど、こうなる結果は見えてたでしょ。立浪監督も打ち合いコーチも松葉抹消して何してんのよ。立浪政権が終わりを迎えようとしている。新しい監督でネオの方針も検討してほしい。まだ若い可能性を持った選手、なぜ今日ネオなの。しかも満塁で代打流下率1割5分の打者がタイムリー打った奇跡を起こして気を良くしているであろう。立浪監督何をどうしたいのかさっぱりわかりません。多分ネオは明日2軍落ち監督のおもちゃのようで気の毒です。まだ投手やってたんだ。これだけ結果出ないんだから普通に野手の方が良いんじゃない。能力のない監督にコンバートさせられ日の目を見ることができずに無駄な選手生活を過ごしてしまってるね。本当に投手の方が適性があったのか疑問に思う。投手に専念してからかなり経ったが、制球難という致命的な弱点が克服できていない。とても一軍では通用するとは思えない。客寄せパンダで終わってしまうのか。寂しく思う。結局どういう使い方が正解なのかがよくわからないな。野手がダメ、先発もダメなら中継ぎしかないだろうけど、重要な場面で投げさせるほどではないから敗戦処理させるのもちょっとね。本当に投手の方が適性があったのか疑問に思う。投手に専念してからかなり経ったが、制球難という致命的な弱点が克服できていない。とても一軍では通用するとは思えない。客寄せパンダで終わってしまうのか。寂しく思う。結局どういう使い方が正解なのかがよくわからないな。野手がダメ、先発もダメなら中継ぎしかないだろうけど、重要な場面で投げさせるほどではないから敗戦処理させるのもちょっとね。柳やメヒアが大量失点でもろって続けたことを考えたら、2軍に落とさずもう一回チャンスを与えてやってほしい。ネオに残された時間はそんなにないと思う。来季監督変われば野手再チャレンジで内野は厳しから、岡林も今季不振だから外野ならチャンスあり。結果を残せない本人が一番悪いのかもしれませんが、なんかネオ選手気の毒に思えてなりません。2年前にリセットできないですかね。いやプロ初勝利よりも投手として難しいような気がします。まだ野手として育成の方がいいように思えます。このままだと中途半端な野球人生になりそう。プロに入ってからの指導者が違ってたらもっと良い状況になってかもしれんと思えるような才能だから悔やまれる。ドラフト1位でプロ入り6年目でこれではね、せめてバンテリンで投げさせてやればよかったのに。これでは1軍で先発は無理だね。この前も敗戦処理みたいな形で1軍に上がったけど結果が残せてないし、1軍の防御率もひどいもんだよ。これでは1軍で先発は無理だね。この前も敗戦処理みたいな形で1軍に上がったけど結果が残せてないし、1軍の防御率もひどいもんだよ。中日はビジターで何してんねん。12連敗になるの。先発からして勝てる気用してないわ。相性の良い広島なのに初勝利どころではない。プロ野球選手としての危機的状況となりました。試合開始直後の2球でダメだと悟りました。残念です。他ファンだが最初から二刀流やなしに野手専念する必要があったな。
もしくは大学進学してからでも遅くなかった。中日ファンは優勝を諦めてるので若手を積極的に使いましょう。そして来年も同じようにしていけば大丈夫。高校野球で伸びきった選手ですね。プロでは通用しません。ジャイアントドラゴンズの違いです。ネオくんは周りに振り回されっぱなし。良い指導者に会えばきっとうまくいく。そのためには監督変えて。やっぱりネオは高校レベルの投手だね。他の本当の投手と比べるとレベルが違いすぎる。結果が全ての世界だけに結果を出せないネオくん。なぜかネオ君だけのせいとは思えないのは私だけでしょうか。